ロングビーチはアメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ハリソン郡の都市である。ガルフポートビロク市大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は14,792人だった。ロングビーチはラディッシュ周辺の栽培に基づき、農業の町として始まった。しかし1905年8月10日、ロングビーチが市として法人化され、 ミシシッピ州メキシコアンガの新たな都市となった。時代が進むと、その農業の継承から観光業の方へ重点が移り、海浜と高層の集合住宅が次第に人気を増していった。ロングビーチの初期の経済はほとんどラディッシュに基づいていた。当初は製材業も推進産業だったが、イエローパインの原生林が伐採されてしまうと、新しく開墾された土地に、 ラディッシュが植えられた。20世紀初期の生産性のある園芸農業の町として、ロングビーチの市民は世界のラディッシュの首都を標榜した。特に、ロングレッドラディッシュ品種の栽培で知られており、当時のアメリカ合衆国北部のビアホールで、もてはやされたものだった。1921年、大豊作となり、ロングビーチのロングレッドラディッシュが北部州に向けて、 列車300両以上で送られた。最終的にロングビーチがそのために嫌われるようになったロングレッドラディッシュは通常のボタンラディッシュの需要が伸びたこともあって地域の栽培量が劇的に減少することとなった。ロングビーチ海岸線のハリケーンカトリーナによる被害ロングビーチ市が市政100周年を迎えてから19日後の2005年8月29日。 ハリケーンカトリーナが死を襲い、メキシコ湾岸から500メートル以内の建物のほとんど、すべてを破壊した。住民の多くが家をなくすか、水と風で損傷を受けた家屋の中で住むことになった。カリフォルニア州、ロングビーチ市はその名前のもとになった。この市のために、義援金集めを行った。アリゾナ州ピオリア市は公的及び民間の資源を提供した。 このことで漁師の間には密接な関係ができた。現在のロングビーチ市はハリケーンカトリーナからの復興を続けている。住民は地域の海浜や集合住宅が修復されたので市内に戻ってきている。しかしアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁とミシシッピ州緊急事態管理局が制定した海浜における建築法、さらに経済不況のために企業は カトリーナ以前の水準まで戻ってきていない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.4平方マイルであり、このうち陸地10.0平方マイル、水域は0.39平方マイルで、水域率は3.74%である。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、西はパスクリスチャン、東はガルフポートに挟まれている以下は2000年の、 国勢調査による人口統計データである。ロングビーチ市の公共教育はロングビーチ教育学区が管轄している。学区内に教育機関が5つあり、児童生徒数は約2700人である。高校はロングビーチ高校、中学校はロングビーチ中学校、小学校はリーブス、クアールズ、ハーパーの各小学校3校である。各校とも、 ハリケーンカトリーノで破壊された後で新しい場所に再建された。ロングビーチ高校は昔からその優秀さで定評がある。カレッジ準備クラス、飛び級クラス、賞を得た職業訓練クラスなど学術面で活発な活動を行っている。2007年アメリカ合衆国教育省から全国ブルーリボン賞に指名された。これは ミシシッピ州では4番目、全米でも講師率合わせて273番目の学校となった。南ミシシッピ大学メキシコ湾岸キャンパスが市内のアメリカ国道9 5号線沿いにある。このキャンパスの全面芝生には樹齢500年以上とされる有効の多くの木が立っている。ありがとうございます。